こんばんは、ハモです。今回は、ガチャ動画を撮っていきたいかなと思います。軽く、雑談とかを話しながら、ガチャを引いていこうかなと思うんですけど、今回ですね、4月8日のアップデートからエレナのビジョンカードの、ガチャとかが来てるんですけど、今回引いていくのは、何も面白みのないこちらのガチャですね。1回限定選べる UR ユニットのかけら40個1個確定5ステップ召喚っていう形なんですけど、こちらのガチャがかなり、なんていうんですかね、その無課金美課金にとってはありがたいガチャになってるかなと思うんで、このガチャ引いた方がいいよっていう説明を軽くした後に引いていこうかなと思います。かけら40個が2000石のレートなので、そもそも2000石で40個のかけらと好きなキャラクター選べるってところなので、その段階で、ガチャ9回分とおまけ分が完全に、お得になるんですよね。なので工場キャラで育成したいキャラ、例えばここに映ってますけどサーダリーとかイリーザとかレズニックとか、その辺のキャラクターがかけら全然持ってないよとか、いう方は全然引いちゃっていいんじゃないかなと思います。来月ハーフアニバーサリーで石を温存しておきたいところではあるんですけど、工場キャラクターの中でかなり強いユニットであれば、いいのかなと個人的には思ってます。で、どんなキャラだったら引いていいのかみたいなところは、YouTube 上で出してると思うんですけど、この辺の動画ですね、40、200個交換おすすめキャラとか、いろんな動画で、強いキャラっていうのをおすすめしているので、その中で自分の手持ちを見てもらえればいいんじゃないかなと思ってます。そう、一応お知らせもちょっと触れていきたいんですけど、お知らせでね、FFB6.5 周年記念のログインボーナスっていうのがあって、これ結構怪しいですよね。今月の中旬ぐらいからレイン・ラスウェルのマスアビ2っていうところと、6.5 周年かぶって、しかも中旬キャラ誰かわかんないみたいなところなので、もしかしたら中旬キャラとして本家 FFBE からレイゲンが、実装される可能性もあるので、レイゲンを優先して取りたいとか、いう方はちょっと様子見てもいいんじゃないかなとは思います。はい、というところで、引いていこうかなと思います。演出スキッパ切って。僕の場合は、レズニックをこの前、運よく当てれたので、レズニックのかけらを選びつつ、サーダリーとか、持ってないビジョンカードっていうのを狙っていきたいなと思います。じゃあ早速引いていきましょうかね。レズニック、これですね。はい。一応狙っていくキャラとしては、サーダリー。が一番欲しいんですけど、あとはビジョンカードでホルンですね。雷属性のやつのホルン、あれめちゃめちゃ強いですよね。前もなんかいいね。ちょっとテンポ悪いかもしれないんでパチパチっと押していきますね。そう、雷パーティーの使うってことを考えると絶対必須だと思うんですよね。出ないよね。そう、ホルン戦争っていうビジョンカード、引かなかったんですけど、引いときゃよかったかなって、まだ後悔はしてないんですけど、そのうち無料召喚とかで当たってくれないかなって思って引かなかったんで、あんまり後悔自体はしてないんですけど、こういう、僕、美課金なんで、あんまりガチャとか、いっぱい引くタイプじゃないんで、こういうところでできれば強いビジョンカード、強いキャラクター、コスト100のキャラクターっていうのは、引いておきたいところですよね。でもサーダリー出ないよな。で、サーダリーって皆さんどう思いますかね？僕は、模擬戦というか、サーダリーが出た時に、ギルバトっぽい編成に勝ってみようみたいな、クエストがあったと思うんですけど、
ジューム、アルストリア、サーダリっていう、あのパーティーと戦った時に、まあそこまで脅威に感じなかったっていうのと、まあ風属性、そんなに僕強くないんでね、スルーをしたんですけど、まあなんか噂を聞く限り、強いらしいっていうところと、やっぱりコスト100のキャラクターで、弱いキャラってあんまいないんですよね、結局。結局、まあ使い方が難しかったりとか、まあ相方が、その時いなかったりみたいな感じで、その時は輝いてなかったけど、まあ後々強いよねとか、後で環境に出てくるようなキャラクターに対してぶっ刺さっていくみたいなことも、まあ、全然あるような感じなんで、できれば、まあ早めに引いておいて、ハードクエストとか、弊社とかでコツコツと育てていきたいところなんですけど、全く出る気配がないですね。まあ単純な爆死かな。虹がやっぱ出ないですよね。わかってるんですけどね。まあレズニックのかけらを買うだけでもお得だし、花ももらえるし、ソウルスターと、ビジョンスターももらえてるのでね。まあいい。まあでも絶対ソウルスターもらえないな。やっぱり。1枚ずつとかしかなんで。頑張ってなんか UR 出てくんないかな。今ステップどんだけだったかな。ステップ4でしたっけ ?3 でしたっけ、なんかちょっと重いな。あ、次ステップ4ですね。はい。危ない危ない危ない。レーズニック。黄色が出てほしいな。ダメですね。ハーフアニバーサリー何が来るんでしょうね。おそらくコラボとかが来るんじゃないかなって個人的には予想をしてるんですけど、なんだろうな、ナンバリングとかだとそろそろ13とかが来る感じなんですかね。どうなんだろうな。個人的には、復刻系も結構来てほしいなと思ってて、ニーアービジョンカードとか、FF7 のガードスコーピオンと、キューソイド VC とか結構欲しいけど、持ってなくて限定のビジョンカードって結構あるんで、その辺が欲しいんで、まあ、復刻して欲しいんですけど、復刻はあんまり望み薄なのかな。っていうか、もうステップ5まで来ましたけど、何も多分当たる気配ないですね。いやー、ちょっと期待したんだけどなー。まあこれがどうなんだろう。ユニットで UR とか出るときの演出よくわかんないですけど、ユニットが出ることもあるのかな。なさそうだな。はい、教祖様は出ませんでしたね。青から虹に昇格することってあるのかな。どうなんだろう。基本プライベートでガチャ引くとき、プライベートでガチャってなんだ。一人で引くときは演出オフでパンってこうやっちゃうんで、あれなんですけど。はい、何も出ませんでした。まあでも、何も出なかったとしても、まあ、このチョコボとかが出てくれると、このスターが、結構溜まる感じなので、よかったか、まあ、よくはないんですけど、はい、というところで、今回は終わろうかなと思います。全然面白みのない、ガチャ動画だったと思うんですけど、最後まで見ていただいてありがとうございます。次は、まあ、ハーフアニバーサリーの時とかに、実装されるキャラクターとか、まあ、コラボ次第では、まあ、引こうかなとか思ってたりするので、まあ、最近あんまり課金とかもせずに、コツコツ石を貯めて盆栽をしていた時期なので、ある程度石は、まあでもこのゲーム39,000あったところでって感じなんでね、あれなんですけど、またガチャ動画とか、他の考察動画とかも出していければなと思います。はい、今回は参考になるとことかあんまなかったと思うんですけど、楽しんでもらえたら、嬉しいです。
ご視聴ありがとうございました。